はいどうもお茶です。やっとね回がね20段になりました。はい、ということでね今日はねリプレイ動画でねお願いします。これですね、やっと20になったの。はい、まあ、試合内容としてはねマジであの本当に緊張してて本当に勝ちたくてね中段ブンブン丸とねなってましたけどね。はい、あんまり試合内容としては良くないです。我慢、一応勝ったことがなかったね。はい、良かったです。まあ、この時20段ってなってますけど、この時まだ19なんですね。なんか知らないけど20段表記になってる。なんでだろう。まあ、レオ戦はね割とあの事情があってね結構やってたりするんで、まあ、よかったですね。本当ね数重ねといて。はい、ということで画面端で置き攻めです。さあダストを当てて、もうほぼダストブンブン丸ですね。ダスト押せばで投げて、はい、まあ、こんな感じでねまずチロノ取っていきます。これジャスガでねあのコパンで割れるんですよね。実はサッパンで枝の取って、はい、セバーっすね本当にこんな感じの試合ですね。本当ひどい。まあ、でも勝ったことがあったんで当たれば正義ですからね。ブッパも中段も全部 FD 貼ればよかったなって今思うと、 今見ると思いますね。なんか FD 結構忘れちゃうんですよね。さあ非常にこれ緊張しています。はい、足払い当ててで、これ本当は投げたんですけどね、投げれなかったっす。多分いつもだったら投げれたんですけどね、緊張してて、こことかもね、ひどいっすよね。さあ、スキャンに甘えて、さあ、セバに甘えていきます。さあ、昇竜に甘えて、これ投げに行ったんですけどね、禁煙筋込み投げで、なんとかよかったっすね。仕込んでなかったら、多分負けてました。ということで、はい、これでね20段になったわけです。まあ、あの勝率ね 50% ないんですけどね、勝率 50% ない赤なんて正直何も怖くないですからね。はい、まあ、ということで今日はねこんな感じの動画になりました。では失礼します。